4番ダンシングサムゲートに誘導を受けましてさ14頭の体勢が整いました係がゲートから離れて気合が入ってスタートしました。 ポンンと飛び出しましままた。ロングアライブでやります。早くもリードを取っていこうというところでありますがマイ・スーパーマン出てまいりましたそして外からはツール・ド・フランスあるいは大託・ヘリオスと激しくなりました一馬審査でグロリア・トー,ーが打ち。外からはレッド・プリティがいっていますゴールデン・リッカーがその中中中断です一馬審・ハンダンシング・サムさらに打ちをついてマンジュ・テン・ゴッドがいきました一馬審ぐらい遅れまして上の天舫あるいは一馬審査外からはマエナ・ロウとそしてその中をついて日の取伝説あるいは内からは名将サンダー後方からは一馬審査鶴丸・ベッピンがいき まして各場34コーナー中間に入ってまいりました前の争いからわずかにロングアライブが先頭でありますがマイスーパーマンマイスーパーマンさらにその外をついてツール・フランスあるいはダイタクヘリオスとこの辺り一気に固まりましたそして内をついてグロリア東証であります400の標識を通過さあ第4コーナー勝負どころ直線コースに今向きました前の争いから外をついたダイタクヘリオスが先頭かマイスーパーマンマイスーパーマン2番手かしかしその中をついてグロリア東証も一緒になって上がってきたグロリア東手がぐんぐん伸びてきたぞマイスーパー グロリア当初、さあ今度はグロリア当初を先頭かマイ・スーパーマンかマイ・スーパーマン、グロリア当初、2頭びっしりと競り合ったところで今、ゴールイン。